イバゼニック写真旅。今回は雷が男湯でイバゼニックを紹介。キャッキャッ。早速入りましょう。いやいやいや、筋肉ねえな。これはイバゼニックだわ。これすっげえ。これは知らなかった。知らなかったね。これいい眺めだろ、これ、うん。二つ島観光ホテル露天風呂。よ、マジヤバい。これイバジェニック。よ、俺のテクニック。いや、余裕だ。テクニックねえやつだって。いやー、かー、あー、気持ちいい、気持ちいい、うん、湯加減もいいしさ、うんうんうん、風景もいいじゃん。いいいい。いや、これほんとすごいな。茨城のエアーズロック。茨城のエアーズロックだ。今大人のやつだ。下入れだな。あ、写真撮った。写真撮れましたって。しっかり撮れた。撮れた。いっぱい撮った。いっぱい撮った。じゃあ写真撮ったらさ、うん、外出ようぜ、外。うん。うん。外で待ってます。はーい。はーい。はーい。いやー、たまらんな。ね、何がでしょ。風景で、風景、風景でしょ。風景が、うん。ね、顔だけ見えてるっていうのもまたね。またね、オツだね。うん。乾杯。乾杯。あ、いいね。飲んで飲んで。うまい。めっちゃ美味しい。あー、うまい。じゃ、なぎちゃんお願いします。はい。わー、上手。よかった。いいね。ねえ、ほんとはね、こういうことしたかったけど、絵で表現してくれて、うん、ありがとう。楽しい気持ちを表現しました。いいですね、楽しい。あ、これはいいわ。ちなみに二つ島観光ホテルではお風呂、お食事どころからだけではなく、客室からも絶景を楽しめますよ。次回も見てね。